僕の父親は刑務所にいます。僕が小さい頃に家を押しかけてきた警察に突然連れて行かれました。お父さんを連れて行かないで！叫んで警察官の足に飛びついたけれど振り払われました。あの時の警察官のゴミを見るような目が忘れられません。父親は人を殺めていました。今となればそれがどれだけ大変な罪かわかりますが、当時の僕にとってはたった一人の父親だったのです。なんでみんな父親のことを嫌うんだろうと逆に世の中を憎んでいました。母はとってもいい人でした。誰にでも優しく明るく振る舞い、家ではいつも歌を歌っているようなお母さん。でも父が捕まってからは笑顔を見せなくなりました。家にこもるようになってドアのチャイムにもひどく怯えていました。そして俺が小学生の頃にビルの屋上から飛び降りました。完全な鬱状態だったそうです。その時に僕は知ります。父親がどれだけの罪を犯してどれだけ周りの人を追い詰めていたのか。母親が死んだのも父親のせいだ。それまでは何度か行っていた面会も二度と行くことはなくなりました。でも親子の縁は切ることができない。誰にも言わなくても知らない間に噂が広まり、学校中で犯罪者の子供だと言われるようになりました。避けられるだけならまだしも、下校中に突然後ろから頭を殴られたりしました。お前に人権なんてねえから！殴られたのはもちろん痛かったけれど、それ以上に心がどうしようもなく痛くて泣きました。僕は一生こうして父親のせいで人から嫌われ続けるのかな。中学校に上がっても高校生になってもいじめはありました。当時は両親の代わりに母方の祖母の家でお世話になっていたけれど、正直嫌われていました。あの悪魔のような男の息子、顔もそっくり。家にも居場所はありませんでした。ある日放課後に学校で有名なヤンキーから呼び出されました。お前さ、みんなのためにも死んでくんない？僕はひたすらに殴られ続けました。みんなのために死ぬ。僕は生きててはいけない人間。僕は何もしてないのに、どうして？悪魔はお前らじゃないか。僕は殴られている中で、ものすごい憎しみが湧いてきました。今まではどんなにやられても、やり返したことはありません。どこかで自分は殴られても仕方ないと思っていたからです。でも、この時我慢していたものが、はち切れそうになりました。殴り返そう。そう思った時に、母が生きていた頃の言葉を思い出しました。あなたは絶対に優しい子になるわ。だってこんなに素敵に笑うんだもの。人を傷つけない子になってね。まだ父親が捕まる前の優しかった頃の母の言葉でした。なんでこんなタイミングで思い出すんだろう。お母さん、僕はヤンキーを殴り返せませんでした。その後でボコボコにされて立つこともできなくなって一人で空を仰ぎました。涙が止まりません。お母さん、これでいいのかな。人を傷つけない子になってほしいという母の言葉。僕は世界中で嫌われているから、せめて母だけには、大好きな母だけには、好きでいてほしいと思ってしまったのです。僕がボロボロと泣いていると、こちらに近づいてくる足音が聞こえました。大丈夫かい？なんとなく見たことあるけど、顔が思い出せないような男の子でした。誰だっけ？ひどいな。同じクラスじゃないか。あんまり構わないで。誰かに見られたら一緒にやられちゃうよ。僕が突っぱねるようにそう言うと、彼は手を差し伸べてくれました。そんなの関係ないよ。俺にはどうしても君が悪い奴には見えないんだ。家まで送るよ。立てるかい？僕は恐る恐る彼の手を握りました。温かくて、すごく優しかった。なんだか母の手のぬくもりを思い出して、また泣いてしまいました。おいおい、そんな痛いのか？大丈夫？違うと言いたかったけど、声になりませんでした。人から心配されるのが、こんなに嬉しいなんて知らなかった。今まで助けられなくてごめんな。明日からは一緒に学校行こう。夕焼けが照らす帰り道で、彼はそう言ってくれました。人生で初めて友達ができた瞬間でした。